お前中卒なんだって？親父はなんでお前なんか採用したんだよ。まったく。とある小さな出版社に勤務する僕、前社長が亡くなって新たに社長になった人に呼び出され、学歴に関して問い詰められた。学歴も体力もない僕でも働けるようにと環境を用意してくれた前社長とは異なり、彼は僕が在籍していることを拒絶したのだ。無能はクビだ。会社から出ていけ、この給料泥棒が。やっと見つけることができた就職先だったのに、僕は威圧的に責められて辞めることを余儀なくされてしまった。何も知らない彼の采配が小さな会社を窮地に陥れることになるとは思いもしなかっただろう。僕の名前は渡辺圭介。生まれつき体が弱くて体調を崩しがちだった。小学生になってからは特にひどく、頻繁に入退院を繰り返すほどだった。そんな僕の趣味は本を読むこと。友達とのコミュニケーションはなかなか取れないし、同級生のみんなが勉強している間、僕は病院のベッドで横になっていることが多い。それを心配して両親が本をたくさん買ってきてくれたことが趣味の始まりだ。一度読み始めると周りが見えなくなるほど没頭する。本の中なら僕は何にでもなれる。勇者にも魔法使いにも、時には悪者にだってなれる。宇宙に行ったり、海の中で生活したり、とにかく現実ではありえないような経験ができるので、本の中が大好きなのだ。最初は簡単な子供向けの作品を読んでいたのだが、次第に難しい小説なんかも読むように。小学校高学年になってある程度知恵がついてきた頃、僕は自分でも物語を書いてみたいと思うようになった。ノートとペンを買ってもらい、ひたすら頭の中の物語を具現化した。今思えばめちゃめちゃな物語だったが、当時の執筆作業は僕に創作の楽しさを教えてくれるものであった。圭介くん、お薬の時間ですよ。うん。ねえ先生、これ僕が書いたんだよ。薬を持ってくる看護師や様子を見に来た先生、さらには同室の入院患者に至るまで、さまざまな人に僕の創作物を見せつけた。あら、すごい。上手に書けてるわね。圭介くん、本読むの好きだもんね。うん、大好き。僕、もっともっと本書けるよ。みんな、僕の作った物語を褒めてくれた。きっと、子供が作ったものだからそう言ってくれていたのだろう。良くも悪くも、使える時間はたくさんあった。読んで書いてを繰り返していくうちに、さらに好きに、さらに深く本にのめり込むようになっていった。中学生になったある時、僕はまた体調を崩して入院した。相も変わらず読書と執筆をしていると、右隣のベッドの少年が話しかけてきた。僕と同い年くらいだ。ねえ、いつも何を書いてるの？学校の宿題？うん、これはね、僕のオリジナル小説を書いてるんだ。へえ、すごいじゃん。俺にも読ませてよ。彼は僕の話に興味を持ったようで、目を輝かせてこちらを見た。これはまだ書いてる途中だから、と告げ、ベッド脇に置いたカバンから別のノートを出して渡した。彼は右腕を骨折しているようで、左手で受け取った。お腹にノートを立てて、不慣れな動きでページをめくっていく。そういえば、彼が食事に苦戦しているのを見たことがある。言うまでもなく、右利きなのだろう。え、面白い。めっちゃ面白いじゃん、これ。ありがとう。嬉しいよ。今まで読んでくれた人の中で、彼は最も大きな反応を示した。他にはないのか？と聞かれたので、先ほどと同じカバンから何冊も出して渡した。
一つ読み終わるたびに彼は大げさに褒めてくれる。ねえねえ、挿絵はないの？絵があった方がもっと世界観を想像しやすいと思うんだよね。絵か、僕絵は描けないんだよね。小説を書くようになってから彼が指摘したようなことは僕も何回か考えた。かなりの時間を割いて絵の練習をしたが、一向に上達する感じがしなかった。世の中の小説は絵がないものも多い。無理せず僕は文章を書くことに集中しよう。そうやって絵を諦めた過去がある。そうなんだ。俺絵描けるよ。美術5だし。描けるんだ、すごいね。羨ましいよ。何度自分の小説に絵をつけたいと思ったことか。賞賛を送ると彼は自分の右腕を見て少し寂しそうにした。こんなんじゃなければ俺が君の小説に絵をつけられたんだけどね。利き腕の負傷を心底悔やんでいるようだ。僕の小説に彼が絵をつける。今まで一人で創作をしてきたが、そういう合作も面白そうだ。怪我が治ったら君に絵を見せに来るよ。気に入ってもらえたらいつか俺が君の物語に絵をつける。約束な。そう元気よく言うと彼は、高山空って言うんだと名乗りながら左手の小指を立てた。僕は渡辺圭介、約束ね。ベッドから精一杯腕を伸ばし僕も小指を立てる。こうしてここに合作の約束が交わされた。しかしそんなタイミングで僕の体は悲鳴を上げる。体調が悪化し個室への移動を余儀なくされたのだ。幸いすぐに良くなって大部屋に戻ることができたが、その時にはもう彼は退院していた。絵は見れなかったし、お別れを言うこともできなかった。約束を果たせそうにない、それがたまらなく悔しかった。入院生活が長かった僕は高校進学を断念した。中学校を卒業した頃でも長期的に体調を崩すことがあったため、せっかく入試を突破して入学しても卒業できる見込みがなかったのだ。かといって何もしないわけにはいかないので、体に負担がかからないような就職先を探した。だがそんな会社はどこにも見当たらない。それにこんな体では入った会社にも迷惑だろう。そう思うようになり、だんだん卑屈になってきた。もう無理だ、そう諦めかけていたのだが、ある時父が友人に頼んで仕事を見つけてきてくれた。出版社？ああ、父さんの友達の宮崎さんという人がやってる会社でな、圭介を拾ってくれた。もちろん体調のことを把握した上でな。実際に会ってみると宮崎さんはとても優しい人だった。見た目からも心の優しさが伝わってくる。すぐ体調を壊すし、中卒ゆえに難しい話はまだ分かっていない。そんな僕でもできる仕事を一緒に考えてくれたのだ。恩人だと言っても過言ではない。主な業務は資料の整理やファイリング、作家さんへの連絡などの簡単なものだ。宮崎社長の会社で働き始めて少し経った頃、昼休みに社長に会って雑談をする機会があった。仕事の話くらいしかしたことがなかったので新鮮な気分だ。ところで圭介君は何か趣味はあるのかい？食堂でご飯を食べながら僕のことについていろいろと話をしていく。友達なんてほとんどいない僕にとってはこの話題はすごく楽しく感じられた。趣味は読書と執筆です。入院中は恐ろしく暇なのでよく読んだり書いたりしてました。おお、執筆か。生産的な趣味を持っているんだね。漫画かい？いえ、絵が描けないので小説を書いてます。小説か、よかったら今度読ませてほしいな。出版社の社長からそんなことを言われた僕はなんだか興奮してしまい、次の日はカバンの中に小説を書いたノートを数冊入れて出勤した。昼休みになるとそれを持って食堂へ行き、わざとらしくまた社長とご一緒した。
これは君が一人で書いたのかい？はい、小中学校の頃に病室でちまちまと。そうかい。いや、何、とても面白い小説だと思ってね。文章はまだ荒削りで練習が必要だが、物語のアイデアは素晴らしい。設定もよく考えられている。社長は僕の小説を読むなり、そんな風に絶賛してくれた。迫力のある描写が特徴的だね。漫画にしたら面白いかもしれないな。君さえよければ漫画家に頼んでみようと思うけど、どうだい？僕の物語が漫画に？ああ、大した能力だ。これがただの子供の創作物として引き出しに眠ってしまうのは非常にもったいないよ。会社のトップに気に入られてしまったものだから、コミカライズの話はトントン拍子に進んだ。あまりの嬉しさに僕の心臓は常に高鳴っていた。まさかまた体調を壊したのかと、そう錯覚するくらいであった。担当してくれることになった漫画家は古谷さんという30代の男性だ。うちの出版社に所属する漫画家さんで、漫画を一つ連載中だ。画力の高さは評価されているものの、世間からはストーリーが微妙だと言われているらしい。今日からよろしくお願いします、古谷さん。ああ、元気に挨拶をしたのだが、古谷さんは何かが気に入らない様子だ。反応は薄いし、舌打ちまでされてしまった。何か気分を害すようなことをしてしまったのかと心配していたが、不機嫌な理由はすぐに分かった。社長が絶賛するからどんなやつが来るのかと思ったら、こんなガキかよ。どうやら僕みたいな病弱なガキが社長に認められていることが気に食わないらしい。不本意そうだが、社長の依頼だからという理由でコミカライズの担当を引き受けてくれた。しかし僕を見下す態度は一切変わらない。それだけなら構わないのだが、古谷さんは渡した原作の設定を勝手に変えたり、謎のオリジナル要素を入れたりした。また作者の表記に僕の名前を入れてくれないし、物語の解釈について何も相談してくれない。電話してもなかなか出ないので、制作は仕方なくそのまま進んでいく。それでも僕は自分の作った物語が世に出るんだという嬉しさから、ゴーストライターとして作品を書き続けた。制作はそんな感じで問題を抱えていたが、漫画自体は大ヒット。世間からは古谷の漫画にしては話が面白いと大好評だ。僕が書いた内容は、高校の鬼退治部に所属する少年が悪事を働く鬼を成敗していくというもの。タイトルは鬼退治学園だ。多くの人に読んでもらえるよう、分かりやすい必殺技や様々な個性を持ったキャラクターを用意している。主人公を導いてくれる師匠や先輩、同級生たちとの絆が主題となる作品になっている。人の心の問題や社会問題などを抽象化したものを鬼として書いたためか、老若男女問わず受けた。単行本の売れる勢いも凄まじく、なんと累計1000万部を超え、アニメ化や映画化の話題まで出ている。この大ヒットにより、小さな出版社は急成長を遂げるのであった。そんな中、僕にとっても会社にとっても深刻な事態が発生した。社長の宮崎さんが急逝したのだ。病気だったらしいのだが、本人はずっと元気で、弱っている様子は全くなかった。あまりにも突然のことだったので、会社は混乱を極めた。空いてしまった社長の座には宮崎翔平さんがついた。前社長の息子さんだ。彼はまだ若く、今までアメリカの会社で働いていたそうだ。出版とは全然関係ない業種で働いていたので、会社のことはよく分かっていない。向こうでハーバード大学を卒業したというのが自慢らしく、学歴至上主義を掲げている。そんな人に見つかってしまった僕は社長室に呼び出され、案の定学歴のことで問い詰められた。渡辺、お前中卒なんだって？はい、中学校を卒業してすぐからお世話になってます。はあ、親父はなんでお前なんか採用したんだよ、まったく。最近では
僕は鬼退治学園の原作執筆に加えて事務の仕事も手伝えるようになっていた。しかし誰が何の仕事をしているかまだ把握していない翔平さんは、僕が事務仕事をしているところだけを見て、ただの雑用係だと思ったようだ。分かってると思うが、俺は親父と違って中卒の無能を慈悲で置いておくなんてことはしない。無能はクビだ。会社から出ていけ、この給料泥棒が。ものすごい剣幕で迫られ、僕は思わず泣きそうになった。だがここで引くわけにはいかない。父や前社長が助けてくれたから、僕はこの会社にいる。彼らの思いを無駄にすることは絶対にできないのだ。お前なんかどうせ一日中雑用しかやってないんだろ。そんなもん安くバイトでも雇えば終わりだ。会社にとってお前を置いておくメリットが1ミリもないんだよ。足がすくんでしまい何も言い返せない僕。それをいいことに翔平さんは言いたい放題だ。こんなに怒られるのなら言われた通り辞めてしまってもいいんじゃないか。そんな考えも浮かんでしまう。いや、それでもダメだ。僕は心を奮い立たせ頑張って言い返すことにした。実績を、学歴だけじゃなくて僕の実績を評価してほしいです。実績だ。はい、僕は今すぐ辞めるわけにはいかないんです。せめて連載中の漫画だけはしっかりと最終回を迎えさせてください。どうしても辞めろというのなら、せめて前社長が高く評価してくれた作品を完結させたい。彼の名誉にかけて打ち切りになんてしたくない。そう必死に訴えかけたのだが、翔平さんはそれでも聞く耳を持たなかった。はっ、何バカなこと言ってんだ。中卒が考えた漫画なんかどうだっていいんだよ。どうせしょうもない作品だろ。鬼退治学園という作品であると伝えたが、彼はいかにも無能なガキが考えそうだと嘲笑うばかり。そうか、彼はずっとアメリカにいた。だから日本のエンタメのことは全然わかってないんだ。ましてや僕が原作を担当している鬼退治学園が大ヒットしていて、アニメ化や映画化の話が進んでいることなんて想像もしていないのだろう。そんなに続きが書きたきゃよそでやれ。お前が何と言おうと首は覆らねえからな。ああ、もう何を言っても無駄かもしれない。きっと鬼退治学園の映像化について説明したら権利を奪われた上で追い出されるだろう。それこそ前社長への冒涜にあたる。そんな悲惨なことになる可能性があるのなら。わかりました。では僕が作った作品に関する著作権を会社は放棄するという旨の文章を作ってください。どうせしょうもない作品なので権利なんかいらないですもんね。ああ、いいだろう。作ってやるからとっとと消えろ。そのお願いだけは聞いてくれた。僕は新社長に頭を下げ社長室から出た。これで僕の退職は確定。父には申し訳ないと思うが仕方ないよね。廊下を歩いていると鬼退治学園の編集担当者である小島さんとすれ違った。おや、社長と何かお話しても？はい、僕退職することになりました。あっさりと告げた僕に彼は、え？と大きな声を出して驚いた。待ってよ、圭介くんがいなくなったら鬼退治学園はどうなるのさ。すごく慌てているようで、声が裏返ってもお構いなしに聞いてきた。鬼退治学園は今や間違いなく社内で一番大きい仕事だ。彼が焦るのも無理はない。新社長が僕が書いた一切の原作についての権利を手放すとおっしゃったんです。おいおい、なんてこった。中卒無能はいらないと言われたことや、書きたければよそでやれと言われたことを彼に話すと、残念だけど仕方ないかと彼は同情してくれた。彼も彼で新社長の采配には思うところがあるらしい。よく考えてみれば
日本のエンタメの状況を把握していない出版社の社長なんて聞いたことがない。じゃあ鬼退治学園は別のところで連載するの？はい、打ち切りにはしたくないのでそうする予定です。そっか。だったらいい出版社があるんだ、紹介するよ。彼が紹介してくれたのは誰もが耳にしたことがあるくらいの大手だった。彼の友人がそこに勤めているらしく、掛け合ってくれるらしい。でもそんな大手に僕が拾ってもらえるんですかね？大丈夫、心配いらないよ。なんて言ったって手土産が最強だから。鬼退治学園の権利とその原作者という肩書き、自分では言いにくいが、確かに同業他社に転職するにあたっては強力な武器になるだろう。俺は鬼退治学園の自称一番のファンだからさ、続き楽しみにしてるよ。はい、必ずやりきります。ついさっき翔平さんに罵声を浴びせられたばかりの僕には、小島さんの言葉は温かすぎた。彼の言葉に涙ぐみながら、僕はお礼とともに頭を下げた。小島さんに紹介してもらった出版社は想像はしてたけど、本当に大きい会社だ。事業の規模もそうだし、ビルの大きさも桁違いに感じる。建物の高さにビビっている間に、なんだか胃がキリキリしてきた。子供の頃よりは体調を崩す機会も少なくなっていたが、やはりこういう場面では不調が起こる。あの、大丈夫ですか？顔が真っ青ですが。ふと誰かが声をかけてくれた。見ると同い年くらいの男性であった。大丈夫だと笑って返事をすると、彼は何かに驚いた。なんだなんだと思っていると、男性は満面の笑みで大きな声を出した。もしかしてケースケ君？渡辺ケースケ君だよね。え、うん、そうだけど。相手は僕を知っているようなので、必死に記憶を探る。彼の顔を見ているとだんだん思い出してきた。空くん？そうだ、昔入院してた時に話した高山空くんだ。僕の体調が悪化したせいで急に離れ離れになったけど、まさかこんなところで再会することになるなんてびっくりだ。空くん、こんなところでどうしたの？この出版社に用事があってね。ケースケ君は？僕もここに用事があるんだ。すごい偶然だね。しかも彼も少年漫画の担当者に用があるという。もはや怖くなるくらいの偶然に、僕らは手を取り合って喜んだ。受付で空くんとは一旦別れ、要件を伝えた。少し待っていると小島さんの知り合いの方が迎えに来てくれた。大島さんというらしい。渡辺さん、ようこそ。小島から聞きましたよ。災難でしたね。いえ、僕が中卒無能なのが悪いんですよ。ははは、またまた。さ、立ち話もなんですから、こちらへ。エレベーターで上がり、応接室へ案内された。中に入ると、すでに男性がいた。こんにちは、編集長の山下と申します。こんにちは、渡辺です。大島さんが編集長にも話をつけてくれていたようで、早速鬼退治学園の連載の話になった。いや、驚きましたよ。まさかあの鬼退治学園の原作者さんが弊社を選んでくださるとは。こちらこそ受け入れてくださりありがとうございます。あのままじゃせっかくのヒット作が空中分解するところでした。そんな雑談から始まり、打ち合わせの内容はどんどんディープになっていく。権利周りの難しいことは会社に任せて、僕は原作の執筆に集中すればいいらしい。連載の再開時期やその他様々な段取りが決まっていく。そんな有意義な時間が流れていたある時、ノックの音が聞こえた。失礼します。そちらに合流するよう言われてきたのですが。空くん？応接室に入ってきたのは空くんだった。お互いに何がどうなっているのか分からず困惑していると、大島さんが説明してくれた。あれ、知り合いだったんだ。実は
鬼退治学園の連載をするにあたって漫画家を厳選したんだけどね、満場一致で彼、高山空さんがいいということになったんだ。彼の絵は繊細で、かつ迫力が凄まじいため、派手な必殺技や特徴的なキャラクターが多く出てくる鬼退治学園に適任だということらしい。え、ちょっと待ってください。じゃあ鬼退治学園の原作者は圭介くんってこと？そうなんだよ。どこにも僕の名前が載ってなかったから知られてないけどさ、元コミカライズ担当の古谷さんは結局最後まで僕の名前を出さなかった。前社長が載せるように頼んでもごねたらしい。僕は早々に諦めて、権利さえ保証してくれるなら載せなくても構わないというスタンスだったので、こんなことになっている。本当に、本当に自分が書かせていただいていいのですか？圭介くんの物語に自分が絵をつけていいのですか？泣き出してしまうんじゃないかと思うほど、空くんの言葉には感情が乗っていた。そんなに嬉しそうにされると、僕までつられて泣いてしまいそうだ。大島さんや山下編集長がうなずいて、頼むよ、と告げると、空くんは大げさに頭を下げて、お礼を言った。それから少しした頃、空くんが僕の原作を忠実に漫画にしてくれたというので、見せてもらった。思えば、こうして彼の絵を見るのは初めてだ。あの時は、僕のせいで見られなかったからな。あくまで下書きだから、こんなイメージでって感じね。すごい書き込みだ。ここからさらに磨き上げていくの？繊細な書き込み、迫力のある画面構成、自然と目線が流れる小回り、どれをとっても一流の漫画家レベルだ。空くん曰く、まだ下書きとのことだが、この時点ですでに古谷さんの漫画を超えているようにさえ感じる。それに彼の絵柄は鬼退治学園に恐ろしくマッチしている。すごいや、僕が思い描いたものそのまんまだ。誇張もお世辞もなしにそう言うと、空くんは大喜びした。僕もそれに同調して、童心に帰ったかのように飛び跳ねてしまった。これで約束は果たせたね、圭介くん。あの日病室で誓ったこと、僕の物語に空くんが絵をつけるという合作の約束が今ここに果たされたのだ。もう叶わないものと諦めかけていたけど、まさかこんな運命が待っていたとはね。そうだね、空くん。二人で改めて握手を交わし、僕らは笑い合った。その時の彼の顔は子供の頃と変わらない無邪気なものであった。またしばらくして鬼退治学園は新たな環境で再スタートした。そんなある時、携帯に着信が入った。古谷さんだ。はい、もしもし。おいお前。いきなり怒鳴られ、びっくりして携帯を落としそうになった。何ですか、急に怒鳴って。何ですかじゃねえよ。勝手に会社辞めやがって。ああ、そのことか。僕が辞めて1ヶ月も経っているのに、なんで今更そんなに怒るのだろう。まあ、社長にクビだと言われたので、仕方ないですよ。ふざけんな。しかも俺の連載が打ち切りだとは。俺が書かなきゃお前の話なんか誰も読まないだろ。権利を返せ。鬼退治学園は俺のもんだ。何を言い出すかと思えば、何やらいろいろとわめいているが、彼が落ち着くまで相槌一つ返さずに待った。文句は社長に言ってくださいよ。僕に権利を渡したのは彼なんですから、続きを書きたければよそでやれと。そう言われたので僕は従ったまでです。事情を説明したが、古谷さんはまたわめき始めてしまう。しまいには、お前が移籍して続きを書くって言うなら俺もついていって漫画を書くべきだ、なんて言い出す始末だ。鬼退治学園が売れたのは自分の功績だと思っているらしい。しかし、それは大きな勘違いだ。確かに大ヒットはしたが、読者から残念なポイントとしていくつか言われている部分がある。そのどれもが原作にはないもの、すなわち古谷さんが勝手に付け加えたオリジナル要素なのだ。あなた、僕のこと見下してたじゃないですか。だったら僕の原作にこだわることはないんじゃないですか。
新しい原作者を探すか、あなたのオリジナルを一から作ってくださいよ。鬼退治学園をヒットさせた腕利きの漫画家なんでしょ。てめえな。その後もずっと古谷さんは何か言い続けてきた。うんざりした僕は聞いているふりだけして隙を見て言いたいことを言った。僕だって適当に書いてるわけじゃないんですよ。いろいろと考えて設定や構成を練ってるんです。それを何の相談もなく変えてしまうあなたには正直嫌気がさしてました。しかも僕の名前は意地でも載せようとしない。そんなのあんまりじゃないですか。散々文句を言っておいて、僕が何か指摘するとうめくばかり。あなたが鬼退治学園を書くことはもう二度とありません。ではさようなら。そう言って無理やり電話を切った。他人と喧嘩をしたことなんかなかったので、緊張したしなんだか疲れてしまったけど、今までの鬱憤を晴らすことができてすっきりした。あれ、今度はこっちか。古谷さんからの電話を切ってわずか数十秒後、今度は翔平さんから電話が来た。もしもし。ああ、私だ。宮崎だ。あの時はすまなかった。君をけなしてクビにしたことを謝る。だからお願いだ。どうか戻ってきてくれないか。ぜひ、またうちで鬼退治学園を書いてほしいんだ。鬼退治学園を手放すという己の愚行を、やっと理解したのだろう。古谷さんか、小島さんかわからないが、きっと誰かが社長に話したんだな。反省しているかのような声色を使っているが、どうせ演技だ。ただ、鬼退治学園によって生まれる利益と名声が欲しいだけで、言葉通りのことなんか思ってない。僕は勝手にそう決めつけて、別れの挨拶を言うことにした。あの時、社長に相談して権利を手放してもらったのは大正解でした。今後、メディアミックスが予定されてるんですよ。まあ、あなたには全く関係のないことですがね。では、さようなら。待ってくれ。話を。翔平さんはまだ何か言いたげだったが、僕はもう彼の声を聞きたくもない。古谷さんの時と同じように、勝手に電話を切った。またかけてきたら面倒なので、二人とも着信拒否に設定してしまおう。編集長や、新しく担当してくれる大島さん、そして、空くんと相談し、鬼退治学園は一からリスタートすることになった。また、作画が変わったことを理由に、リメイクという形で、プロローグから連載し直すことにした。これで、不評だった余計なアレンジを取っ払うことができる。空くんの作画は、相変わらず僕のイメージにぴったりで完璧だ。読者からは、絵もストーリーもさらに良くなって帰ってきた、なんて言葉が聞こえてくる。もちろんそれも嬉しいのだが、僕が一番感激したのは、僕の名前が載っていることだ。高山空と渡辺圭介の二つが並んでいるところを最初に見たときは、本当に涙が溢れた。ネット上には、大ヒット漫画、出版社変更の謎、なんて書き込みや記事が乱立している。時間のある時に覗いているが、そのどれもが、トンチンカンなことを言っている。まあ、これも漫画が注目されているという証拠なのだろう。僕が電話に出ないためか、翔平さんは会社経由で、僕に接触しようとしてきているらしい。だが、実際に顔を合わせたのは、退職した日が最後だ。こちらの会社の顧問弁護士が間に入って、彼をせき止めてくれているらしい。大きな会社なので、そのあたりの保護がしっかりしていて安心できる。その後、翔平さんの会社は倒産してしまったらしい。僕を拾ってくれた前社長には、多大な恩があるし、潰れてしまったのは悲しい。僕が辞めた後、優秀な人たちは新社長を見限って、次々と退職したのだとか。そのせいで、運営ができなくなったようだ。それもこれも、翔平さんが社長になったせいだ。前社長が亡くなった時に、翔平さんが出しゃばらず、出版社のことをよくわかっている古参社員が社長に就任すればよかったのだ。まあ、過ぎたことをあれこれ言っても仕方ないか。本当に亡くなってる。たまたま前の会社の近くを通る用事があったので見てみると、出版社の看板が外されて、リフォームか何かの工事が始まっていた。嬉しくはないが、泣くほど悲しいわけでもない。なんだろう。
何とも表現しがたい複雑な気持ちになる。その後、メディアミックスされた鬼退治学園は世界中で人気になった。たくさんの人に読んでもらえて誇らしい。ケースケ君がいなければ、俺は漫画家としてここまでたどり着けなかっただろうな。僕だって、ソラ君の絵がなかったら、ここまでじゃなかったと思う。鬼退治学園はクライマックスを迎えており、もう何ヶ月かで最終回を迎える予定だ。すでに次の作品の構想を練り始めている。作画担当はもちろん、ソラ君だ。これからもよろしくな、相棒。うん、よろしくね、ソラ君。あの日、病室で交わした約束は、一作品では終わらなかった。これから、何作も何作も、二人の合作を書いていくつもりだ。鬼退治学園が完結した後も、僕たちは、複数のヒット作品を生み出した。世間からは、名コンビだなんて言われるようになっていた。ソラ君の絵を見ると、インスピレーションが湧く僕と、僕の物語を忠実に絵に起こすソラ君。これは確かに、名コンビかもしれない。こんな相互補完ができるのは、僕たちのイメージが一致しているからだろう。ああでもない、こうでもないと語りながら、最高の作品を二人で作り上げていく。それが合作というものだ。ある時、僕たち宛に子供からファンレターが届いた。その子は体が弱くて入院することが多いらしい。けど、鬼退治学園で漫画にハマってからは毎日が楽しいです。という一文が書かれている。幼い頃の僕も似たような境遇だった。物語を読む、綴るというのは僕にとって希望だったのだ。その頃の思いを忘れずに、これからもたくさんの物語を作っていきたい。たくさんの人に希望を与えたい。そう思いながら、僕は今日も筆を取るのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。